命の源、水。山を守らんと、きれいな水飲もうと思ってもね、水も少ないんですね。森林面積およそ1万ヘクタールに及ぶ糸島市の山々。この山並みは古くから糸島の大地に水を与えてきた。雨が降ると泥が流れる、川が濁るんで、川が濁るって山が弱ってるから濁るんですよね。手塚さんは20年以上にわたり山を守る活動を続けている。健康な山っていうことはね、空が見えて太陽の光が十分根元まで入らないかんとね、草やなんかが茂るように、落ち葉や枯れ葉が落ちてこう積もっていって、何十年何百年も経って腐葉土ができるんですよね。だから今のうち手入れしとかんとね。手塚さんは子供たちに木のぬくもりを伝えようとしている。この子たちは山に入った子初めてと思いますよ。温暖化を抑えるのは山しかないんですよね。健康な山、健康な木じゃないと二酸化炭素吸収してくれないからですね。山はもう本当みんなの財産ですよね。